コービナはアメリカ海軍の潜水艦、ガトウ級。艦名は食用となるニベカの魚の名前から名付けられた。離れニベキグチコービナはコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港する。ラルフ・ダブルー・クリスティ少将の夫人の講演により1943年5月9日に浸水した。1943年8月6日に ロデリック・エス・ルーニー・中佐が艦長として着任し、任務に就いた。収益後は、コネチカット州、ニューロンドンを1943年9月18日に出港し、新樹湾に10月14日に到着した。11月4日、コービナは最初の紹介でカロリン諸島方面に向かった。11月6日に、ジョンストン島において燃料を補給したが、その後未期間となった。 コービナの任務は次のような危険なものであった。当時トラック諸島周辺にはブラックフィッシュドラムス列ッシャー及びアポモンが同様の監視任務についており、コービナにはトラック諸島の南側がショークとして割り当てられていた。3隻には日本潜水艦に警戒すべしとの警報が出されており、ブラックフィッシュは11月13日夜に 北緯零三度零二分統計百四十九度四十一分、北緯点零三三度統計百四十九点六八三度、三点零三三百四十九点六八三の地点で潜水艦らしきものを発見していたが、薄暗い時刻での発見だったため敵か味方かどうかはわからなかった。五日後の十一月十八日、ブラックフィッシュはドラムと交信したが、ドラムは 本館ではないと否定した。ついで、ブラックフィッシュは、コービナと交信を試みたが、返事はなかった。やがて11月30日になり、新珠湾の太平洋艦隊潜水部隊司令部から、コービナに対し、第7艦隊指揮下の第72任務部隊に入って、ブリスベンに移動するようにとの命令を出し、返信を求めたが、ついに返信は来なかった。 コービナとその乗組員82名の損失は1944年3月14日に発表された。イゴ第176潜水艦11月13日、ラバウルから一隻の潜水艦が日本本土に向けて出航した。イゴ第176潜水艦である。イ176はソロモン諸島方面のネズミ輸送に従事していたが、爆雷攻撃で損傷したためくれで修理をすべく。 北上していた。11月16日22時12分、百1 7 6は16ノットの速力でトラック諸島の南東海面を北上中だったが、この時北東約8キロの方角に黒点を発見した。百1 7 6は黒点に向かって航行していたが、22時15分、黒点はどうもパーチ型潜水艦らしいと判断。先行して様子を伺うこととした。 23時57分には、パーチ型潜水艦の右舷後方2500メートル余りに接近していたが、魚雷発射の四角に入っていたので、浮上報線で、パーチ型潜水艦を片付けるべく浮上した。ところが、日付が変わった11月17日0時12分、パーチ型潜水艦が E176 に気づいたのか反転する素振りを見せ、E176 は、再び先行。 0時20分、1 7 6は、パーチ型潜水艦に対して3本の魚雷を発射し、そのうち2本の命中による爆発を確認した。10分後浮上したが、周辺の海上には重油庫があるのみだった。この撃沈された、パーチ型潜水艦がコウビナだった。コウビナは、日本の潜水艦により沈められた、唯一のアメリカ潜水艦であり、 日本の潜水艦が敵潜水艦を撃沈したのは3隻目で、これが最後だった。沈没位置は、北緯05度05分統計151度10分、北緯5.083度統計151.167度、5.083151.167と記録されている。宿縫い176は1944年5月16日、武家島北方にて、 輸送任務中に、アメリカ駆逐艦、フランクス、ハガード、ジョンストンの攻撃で撃沈された。他は、イゴ第66潜水艦が1941年12月25日に、クチン沖で撃沈したオランダ潜水艦の K16 と、イゴ第25潜水艦が1942年10月11日に、アメリカ西海岸で5人撃沈したソ連海軍の L-16。 ちなみに、E25 を除く他の5席の看板号の末尾が6で揃っている。ありがとうございます。